第3試合30分一本勝負を行います。赤コーナー176センチ94キログラム、リングスロシアイリューヒンミーシャー。青コーナー181センチ101.5キログラム、リングスジャパン高坂つやし。さあこの2人は再戦になります。高坂剛対イリューヒンミーシャ、昨年の5月にロシアで2人は対戦していますが、その時は高坂が勝ちを収めています。まあ、あの時はですね、ミーシャにしてみれば地元ということもあってプレッシャーがかなりあったんじゃないかと、そんなことを高坂が言っています。決して侮ることができない相手ですと言っています。そうですね、まあ、この2人なんかのいいライバル関係になりそうなんですけどね、おそらくこれからロシアを引っ張っていくのはこのミーシャじゃないかとまで言っています高坂です。いいなしを掴んでいきました。おっとさあ嬉しい、おこのままこれはエスケープです。なかなか面白い展開で始まりましたね。伊藤さん面白いですね。いや昔だったら力対力に見えた試合なんだけど、高坂選手 のスピードがどんどん上がってきてるんで、はいはい、スピード対力に見えますねこれからね。詰めていきます、前を詰めていきます。この高坂選手もまだこのシリーズが終わってないので新年という感じはありませんと言っています。早い試合が見てて面白い、おっと首を固められています。これで終わりか、早すぎるぞこれは。ミーシャが攻め込んできます。首から肩、このまま上げられますが足を反って返します。いや逆に丸め込まれました。まだ危ないですね。逃げることができるか、あっとロープが見えています。ロープがよく目に入りました。今危なかったですね。思わずヒューという声を出します。伊藤さん、いい辛抱しましたね。あまりダメージはなかったようですね。危険ではありましたけれども、そうですね、まあ、あのまま足を絡められると危なかったんですけども、ミドルをキャッチされました。内側にあえて投げます。昨年の末ハントの3連戦が彼を大きくしました。決めるかもしれません。膝をで決めます。足首を取っている。さあこのまま決めることができるか。ミーシャは踏ん張る。決めて頑張れた男だ。引きずる、逆にずるずると内側に引きずっていきます。あと1メートル50センチ、50センチに迫った。逃げました。大歓声です。すごい逃げましたね。どっちもすごい。いや今膝、足首を取りながらの膝ですかね。もう膝だけどですね、人体ですね、はい、こういう時危ないんだぞ。焦点を払っていきますミーシャ。このミーシャも戦場をくぐった男です。まあそういった修羅場をくぐったという意味で元ロシアの警察官飛び出して現役でした。おーっとっと、足首かなりこんな風にひん曲がっています。自分のつま先を取りましてこれを逃れようという高坂です。トーナメントが始まる前のランキングでは高坂が8位、ミーシャが9位。オンブと抱っこになりました。右腕をぐーんと絡みつける。そしてひっくり返った。これは大きな差です。53番になります。まだ完全じゃないのか。あ、まだ完全じゃないです。十字、うれしい逆十字は逆シートロック。会社の連結機のように固めます。足首を置いた。恐れない。いやいや、いい感じです。伊藤さんも高坂選手とはプライベート、釣りなどを、ね、通して親交があると思いますけれども、伊藤さんを思わず乗り出しています。アキレス腱左を加えています。逆に片指固めのような感じになっています。まだ不完全、これは不完全。ようやくエスケープ。どんどん大きくなっている大阪ですが、やっぱり熊子さん、ハントの3連戦が大きかったようですね。そうですね、あの実力が変わりますよね。本人も振り返っていたんですが、
自分は今まで全部が戦ったものが全部自分のものになると思っていたけども余分なものが見えてきたと言っています。今年はそれを削ぎ落としていい戦いになっていますが、ミドルがまともに入りました。このミドルは強烈です。この鍛え上げた体ですから回るでしょうけども、今素晴らしいところに入りましたね。まさに脇腹と7番高速です。電気が走ってますね、走ってますね。左の小手から小さくインサイドに入っていきます。そして今度はお返しです。ミーシャの打撃技、一瞬裏を見せました。ミーシャはトーナメント1回戦田村に敗れています。一方の高速は1回戦フライに勝ちを収めてナイマンに2回戦で敗れました。徹底的に打撃です。打撃で勝負だ。膝持ってった。さあとどめの膝、おっとこれはいきません。自分は柔道をやっていたのでこの武道館というのは本当に憧れの場なんですと、やっぱりいいですねと試合前に語っていました。すり鉢状になっているんですが、ずっと上のスタンドをぐっと見上げて高坂剛、非常にいい表情をしていました。これは顔面にパンチが入ったんですね。パンチですか。はい、まあ、あのミーシャボディーのやつなんですけども、ええ、あの小坂選手顔を避けたので当たったんですね。試合を一時中断しています。ただいまはアクシデント、アクシデントになりました。つまりマイナスポイントはありません、ロストポイントはありません。無駄なものを排除してスマートな今年は形にしたいと大坂剛言っています。そしてまたぜひハントやってみたいと言っています。6分経過です。6分経過です。さあ下になっても攻撃ができます。高坂、前回はミーシャが敗れています。ミーシャコールですね。そうですね、うまく逃げましたね。さあどうせよ、くるくるっと回りながら膝を取った。この技は膝固めですね。膝固め、はい、以前前田選手が敗れたことがある技です。相手の膝の中に自分の腕を入れましたね。ロックするような内間をやった技ですね。はい、ね、こうかなり火花が散っている再戦です。当然ミーシャも雪辱を期して乗り込んできているわけです。特に前回は地元のロシアで敗れましたからね。そうですね、屈辱ですよね。ずいぶんプレッシャーがあったそうです。おっとすごいですね、足を持ってる一本強いみたいですね。足一本強いですか。あーとシンプルなアキレス腱固め、こういった技が効きます。ポイントは少しずれてるようですが、クロスヒールホールドだ。クロスヒールホールド固め、クロスヒールホールド、すごい。クロスヒールホールド固めてそのままローリングで逃げました。ミーシャです。今糸井さん、ロストポイントが7つになりましたね。ミーシャの方は多いですね、この試合。ガード一つ下に、あ、右入った、また入った、右入った。これダウンか。ダウンです、ダウンです。小手のラッシュから右側最後入ったようです。これが高坂は初めてのダウン。さあポイント的にはミーシャがだいぶ追い込まれている格好になっています。左右上体を振りながらボクシングスタイルです。高坂剛、あーっとこれを待っていたようです。また一本強いか。あーっと下から締めます、下から締めている。高坂攻めています。ちょっとポイントずれましたね。ポイントずれまして帰ってリングの中央に持ってこられまして、どうするんですか。足首です、足首です、アンクルホールド。体勢を入れ替えてねじりを取ります。ねじりを取った。しかしエスケープしなければいけません。しかしエスケープしなければなりませんでした。いやいや、どっちもいいですね。そうですね、糸井さん、今日は本当寒風吹きすさぶ、外はね寒いんですけど、もう完全にそういった寒さなくなりましたね。来てよかったですね、お客さんたち。まだミドル、これは予期できなかったか。もう一つもらいました。フロントから首を取ってきます。ロープを掴んではいけません。ミーシャ、はい、ローです。9分が経過しています。手元の時計、大阪
本当蹴りを対応しますね、珍しいですね。あのキックのコーチが入ってから蹴りが日増しに強くなるんですね。ムエタイのコーチがずっと滞在しているんですが、さあこれはどうでしょう。足を取ってるのが下からミーシャなんですが、これでまだ決まってないです。表情を見ますと、これ危ないです。腕を取られています。あ、逆にコースが止められている。さあ裏に回られました。サイドだ、サイドサイドから首を取られる。そうですね、すぐにミーシャが取り返しましたね。スルッと蝶々が脱皮するような感じで殻を脱ぎ捨てて裏に回られました。はい、足でタックル、膝でタックル、スタンディングのアキレス腱脱臼。これにレッグスプリットもミックスするか。いや逃げようという、その前に逃げ落ちます。逃げ落ちますが、まるで歯を見ているようです。いや逆に返した、ヒーローホールドだ。裏に返った、引きずり込んで逆転、高坂剛。高坂には武道館がよく似合います。あなたにぴったりです。うわいい試合。最後は引きずり返しのヒールホールド、見事ですね熊子さん。まあ、一旦逃げると見せかけて、あのミーシが一歩踏み込んだ時に足取ったんですね。いや糸井さん、この両者の対戦カードを見たとき、こういう試合を予想していましたけども、それを上回るようなね、本当に両方ともあの負けないで勝つ試合をやってましたよね。いや素晴らしい試合を見せてきました。自分の中ではちょっとまだちょっとダメなところがあってそれを直そうと思って今上がってるんですけど、ちょっと試合になっちゃうともう終わっちゃった。順番にやっていかなきゃいけないんだけど、どれを一番にやらなきゃいけないかっていうのはね、ちょっとまだそう、練習のうちやってるうち、練習やってるうちにそれを見つけていかないと、いつまでたっても強くなったねとか、勝ってよかったねとか、そういう評価だけなんで、そうじゃなくて、なんかね、なんか、普通の人の言葉じゃ言い表せないようなね、そういう戦い方をしなきゃいけないですよね。